まだ僕を待ち続けてるだろうか。僕は虹に背を向けて歩いてゆくことにしたんだ。はい、うなぎの時間の時間がやってまいりました。はい、はい、横田博之でございます。あ、違った、キシリトールでございます。よろしくお願いいたします。そして久しぶりの、ご無沙汰してました、あの日本養殖新聞の高島です。はい、いくつぐらい、いつ以来ですかね。3、4ヶ月、そうですね、ぐらいじゃないですか、ね、はい、まあ、積もる話もいろいろあるでしょうか、はい、よろしくお願いします。そしてくんぷです。はい、このメンバーでやるっていうのはすごくなんか、なんかね、新鮮で面白いと思います。初めてですね、はい、初めてですね、はい、よろしくお願いいたします。今日うなぎありません。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで高島さん、ね、もう夏の間はすごくお忙しいです。そうですね、うん、結局気づいたらもうこの11月ですよね。ね、やっぱこの11、うん、まあ、11月、まあ、12月は師走でさらに忙しくなるので、はい、またあっという間にこの1年が終わっちゃうなっていう感じで、うん、まあ、そうですね、本当も1年あっという間なんですよ、うん、なんかまあ、ね、年取るたびにこの1年っていう部分のあれが速さがどんどん、そうそう、あれなんかね、例えばあの生まれたばかりの子供は1年が一生なんですって。で、50歳だと1年は50分の1なんだって、自分の人生の対比で。だからどん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 、あの年取るごとに1年が短くなっていくっていうのは、そういうことらしいです。なんか説によると、うん、記憶力が、うん、あの衰えるから、その分覚えてない。はあ、なんかすごい。なるほどなるほど。はい、ね、で感動もこういろいろ慣れてしまって驚きとかがないから、もう慣れてるから、そうですね、その分はどんどん欠落して。いや、俺思うんだけどね、はい、記憶とか思い出って何かっていうと写真なんだよ。写真、結局はちっちゃい頃の思い出とかって言って、自分が覚えてるのってアルバムに写ってる写真とリンクしてるのに、写真以外のところって何があったかってあんまり覚えてなくてさ、うん、今もう結局こういう、うん、まあ、スマホとかデジカメで撮って、うん、なかなかその紙焼きしたアルバムを見るって機会が少なくなったから、余計にそういう部分の機会は少ないですよね。そうなんですよね。でも最近ほら Facebook で1年前何やってましたね、出てたんですよ。あれいいよね。あれは僕いつも、まあ、毎年、うん、毎日見てますよね、うんうんうん、あれはいいですよね。そんなこんなでね、まあ、いろいろと本当記憶もどん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 衰えてってのは確かなんです。そうですね、はい、はい、記録しないと、記録しないと覚えられない。怖い、でも怖い話ですよね。だから自分の脳のうちのその部分がこっちに映ってるだけの話だ。これもだから外部記憶、うん、これもなんか人間の進化の一つで、あ、そうです、機械人間、それこそメーテルじゃないけど、うん、ね、メーテル、そうですそうです。そういうところに進化が進んでるんですよ、ね、そう、体も記憶がの使う記録があって、うん、あのヨガとかでも使うことを忘れちゃって動かない方がするんですよ。体の筋肉とか、そ そういう感じですよね、うんうんうん、なのでヨガをしましょうみたいな。なるほどなるほど。だから、ね、とぼとぼ歩いてるおじいちゃんたちもそうなんだろうな。そうですね、結局きちんとしたあの筋肉とか体の動きの記憶がなくなってっちゃってる、うん、そうですね。なので思い出せば使えるんですけどね、うんうん、そうですね、使わないとダメだっていう。使わないと、はい、頭も使わないと、頭も使わないと。そうなんだよ。最近、まあ、一番よく言われるのは電話番号じゃないですか。もう、もう全然覚えてない。昔はまだこういうの入れられないから、うん、ある程度は覚えるわけじゃないですか、うん、もう今はもう名前入れたらすぐパッと出てワンタッチでかけられる。そうそうそう、だから本当覚えないし、愕然としたのはね、あの久しぶりに黒い電話、ああ、はい、昔のダイヤル式の、そうです、ね、あれがね使えないんだよ。ね、どういうことですか。こうじーってって戻ってくる間に、今どこをし、ま、どれやってたんだっけって分かんないけど、次何をすんないって。このタイミングだと分かるんだけど、こうやって090なんてやると戻ってる間に今どこの数字をやってたのかが分かんなくなってきて、確かにそうできねえよこれ。長かったから9みたいな。そう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 、戻るのね、戻ってる間にね、記憶が飛んでってしまって。すごいことが起こっておりますが、うん、若い子だってあれ、あのダイヤル押した人がいるって言ってもね、あ、回すの知らなくて、わからないかもしれないですね。そういう時代なんですか、うん、そういう時代なんですね。怖いな。
ど。まあというようなことでですね、何の話だか分かんなくなりましたが、はい、はい、ここに養殖新聞が、もう久しぶり宣伝しておきます、はい、でもうね、まあ、本当にしらすなんていう言葉が出てくるような時期になりましたわね。そう、まあ、1年早いですよね。しらすはいつなんですか、ま、時期的に。この今日本だとだいたい12月から4月末までが解禁されるわけです、うん、まあ、いわゆるうなぎの稚魚の量が、うん、でそれでやっぱり取れる取れないで、その夏の相場がどうなるかっていうのが、うん、大体仕様になってくる。あの、各県ごとに、まあ、3月までだったり4月までだったりそれあるんですよ。ありますね、多少のズレっていうのは県ごとに。そうなんですね。なんかお二人いつもうなぎやってらっしゃるんでしょうけど、なんか私知らないんで全てが新鮮なんですけど、マニアックやってない、はい、だ、まあ、今ちょうど記事でも今日うちで毎週やってるファックス室では多分、はい、まあ、書いて発信するんですけど、うん、今日現在の話だと、まあ、日本はまだ24日からなんですけども、はいはいはい、一応台湾、お隣台湾の方が、まあ、この11月1日から始まって、スタートですね、はい、で出足はちょっとつまずいてた感じなんですけども、うん、で昨日ぐらいからちょっとその取れ方が一気に上向きつつ、はい、上向いてきたあるってことで、昨日、今日、まあ一昨日ぐらいからですね、一昨日、はい、昨日と、うん、で今日も取れればいよいよこれ本格的に取れるなっていう部分で、はい、やっぱ業界関係者やっぱ期待感が強まってるんで、なるほどね、で、うん、まあ、今月末その24日に宮崎が立ち行きに、うん、まあ、先駆けてしらす漁が始まるんで、はい、ちょっとやみ直しを、まあ、一番取れるとされる29日ぐらいですね、まあ、それもあるので、うん、ぜひね期待できればと、はい、闇の大潮って分かります？分かります、業界用語、業界用語です。新月でお月様のない暗闇で、はい、あ、闇の大潮、新月で大潮で、大潮になるんです、うん、はいはい、それでこの稚魚が一番取れると昔からされる日だと。暗い時の方が稚魚が上がってくる、はい、そうですね、うん、で水面に上がってくる、で大潮だからまた、うん、そうですね、そういう時に、まあ、取れる、これがある程度取れれば、今まで相場も変に高止まりしてた、多少なりともね、うん、その下がるきっかけにもなるんでね。あ、じゃあ食べやすくなる。よくわかんないのさ、ね、初めの頃今年はいいぞとかって言ってて、ね、最終的に4月でどうだったって全然ダメでしたって、えっていうのがあるじゃないですか、ね、失速しちゃうことある、ね、失速するのがね、うん、いいんだとばっかり思ってたら全然悪かったみたいな、うん、あれ今年とかもなんか春とか秋がなかったじゃないですか、ほぼ。そういうのも関係あるんですか？うん、まあ、そこを心配な部分はやっぱり気候面で、うん、特にその台風もいろいろあって、うん、今年どっちに転ぶか分からないですけど、例のその U ターン台風ってあったじゃないですか、はいはいはい、九州まで行ってまた戻ってくるって、うん、今までにない台風が一発あるんで、それがいい感じでその海の部分、太平洋側の海をかき回していい感じでその水温も、まあ高いとダメなんで、ある程度かき回すことによって多少ね水温もこの冬になっていい感じで下がってくれば、闇の星を出して取れるのかなと。なるほどなと。まあそういうのがね、これからの話題になってくるんでしょうね。うんですね、うん、どうでしょうこの 2,3 ヶ月はその前に、うん、まあまあ、忙しく、私もね本当7月からの出会いに張り付きっぱなしになって、一番だって大変な時ですよね、うん、そうですね、まあ、大行列をどうやってほったらかしといておくわけにいかないだろうなと思ってね、それまでは私大体週に2回の出会いに顔を出してるだけだった、うん、それが7月からもう毎日、うん、でお店の方は僕はあんまり担当しないで、ね、いつも上に上がってたんですけども、はい、ちょっとじゃあ下に降りようということ で、うん、でまあ毎日毎日外で、あれね、まあ、野田山そこじゃ、ね、有名なお店になったじゃないですか、ね、歩いてる人の誰がお客さんで誰が客じゃないか分かんないんですよ。1回でも入ったことある人はお客さんでしょ。そうですよね。だったらご挨拶した方がいいじゃないですか。うん、でもね、分かんないから、とりあえずしょうがないから、ね、歩いてる人全員に挨拶するしかないっていうことで、ね、まあそうかしょうがないですよ、ね、こんにちはこんにちはこんにちはこんばんはこんばんは、まあ、こんなことやってまして、はい、そうなんです。もう子供たち慣れちゃって大変だよ。どういうことですか？まあ、今寒くなってきたら、はい、野田屋 のカウンターのね、カウンターっていうかあの窓の外じゃないですか、はいはい、そこにあの暖かい空気が、うん、換気扇が出てくるんですよ。みんな子供たちそこで温まってから。まあこれからも寒くなるから
うん、あそこだけそう、いい香りがするんですか。いい香りがするんですよ。いいですね。高くてうなぎのかば焼きの香りが、うんうん、でお母さんにうなぎ食べたいって言ったら、その代わり1週間は納豆ご飯よって言われちゃったとか言いながら毎日そこを歩いてる子がこの前ね、12月に食べられることになりましたみたいなことを言ってくれてそういうのも楽しいですね、うん、そうでしたね。まああれですよね、その、まあ、この前この僕 3、4ヶ月で、まあ、お休みね、まあさせていただきましたけど、うん、まあ、その間に、まあ、10月ですね、ええ、あの今回、まあ、東京うなぎかば焼き職人青年部、はい、まあ、老舗の専門店の、まあ、若社長たちと一緒に、ね、まあ、私同行取材させていただいて、ええ、まあ、韓国でどうやってねうなぎが食されてるかと、で今ちょっと画像を流してほしいんですけど、韓国の部分やっぱりそのなんだろう、日本は当たり前のように、まあ、うな重ないしはうな丼、はい、でもやっぱり韓国って言ったら、まあ、基本的に焼肉っていうイメージがあると思うんですけど、うなぎもやっぱり同じように、うん、いわゆるさばいた、いわゆるフレッシュの状態を、はい、まあ、店員のおばちゃんたちが持ってきて、うん、まあ、いわゆるもう店の中で焼き台に置いて、うん、まあ、全部やってくれるわけですね、トングみたいので、はい、なるほど、で、うん、あ、こういう感じですね。あ、なるほどなるほど。もう本当韓国はうなぎを食べるって言ったら、うん、基本的にこういうスタイルでおばちゃんがずっと、うん、あ、自分でさばくってことですか。もうこれ店の主人さんとかがさばいたやつをこういうふうに置いて、うん、でずっと作って、開いてあるんだな、はい、うん、開いてるやつをで焼いてやっぱりハサミで切るんだ。やりますね。なるほど、で次のとかまあ、こうやって、うん、これはまあマッシュルームでっかいマッシュルームですんでちょっと関係ないですけど、はい、こうやってもう本当にまあ細かくね、その日本の職人さんみたいには、まあ、細かくは焼かないですけども、うんうん、まあ、ざっくりこういう裏表裏表繰り返して焼いて、うん、まあ、よくご存知のように、まあ、サンチとかコチュジャンとかものを、まあ、ね、切り取られたやつをそれまあつけてサンチュに巻いて食べるっていう、うん、まあ、そういう食べ方で韓国はずっと、うん、なるほどね。タレとかはなくて、だからあの焼肉のタレとかというああいうイメージで食べるってもう本当焼肉は焼肉のイメージです、うん、基本的には焼き魚みたいな、そんな感じですか。焼肉の肉が、うん、あのうなぎになったという、そうですね。だから これ、まあ、この時のね、そのうなぎはちょっとね、まあ、周りの人もみんなプロなんであれですけど、うん、やっぱりちょっと匂いがあったんですけども、はいはい、ただこれ日本でやってもいいんじゃないかなと。あ、いいと思います。もちろん匂いあるのってもほとんど今は多分ないと思うんで、うん、まあ、こういうスタイル やればまた違ったね。いや実はね、去年の春先の話かな、はい、野田屋とある、はい、焼肉屋さんで、はい、ちょっと物々交換で、はい、お肉とあのうなぎを、マジですか、うん、それでこっちからはうなぎの方はうなぎの一夜干しみたいな感じ で、はいはい、でそれを提供して、その代わり美味しいお肉を提供してもらって、うん、それぞれあのメニューに入れようかみたいな話があったんだ。あ、そうなんですか、うん、でその後ちょっとあの、はい、エベさん の、はい、あのご病気があって、それでその立ち消えになっちゃった話なんだけど、それいいよねって言って、あの焼肉のあそこでうなぎ炙ってたら美味しいよねっていう話はしてたの。じゃあ今保留中で、うん、じゃあまたタイミング合えば、あ、もうその話題ずっとみんな忘れてると思う。今僕も思い出したと思う、うん、じゃあいいきっかけですよ、うん、やってみるといいと思うんだよね。いいんじゃないですか、うん、やっぱり、うん、もちろんうな重うな丼ってこの文化はいいんですけど、こういったスタイルでまたね、うなぎの魅力を感じるっていうのも、いや、ほら野田屋であの塩のひつまぶしあるじゃないですか。 ありますね、あれなんかもう名古屋へ行って、はい、で塩焼き、いわゆる向こうで白焼きっていうと別もうただ地焼きの塩焼きじゃないですか、はい、でそれ食べてこれうまいねっていう話して、それをじゃあひつまぶしに応用しようみたいな話でやったんで、まあ、これ近いと思いますよやっぱり、ね、これはこれで、うんうん、まあ、別に全然日本人にとっても問題ないですし、うん、これ食べてどうでした。いや、もう本当にその本当に、まあ、横田さんおっしゃったように焼肉のスタイルで、まあ、その新鮮さがありますよね。同じうなぎなんだけども、ね、このコチュジャンつけて、うん、サンチとかあと他の生姜とかいろいろ薬味ありますけど、うん、巻いて食べるっていうのは
やっぱり美味しいですし、一番いいのはやっぱこの白焼きの状態、まあタレとかあと辛い味噌だれつけた、まあ3種類用意されたんですけど、それを食べて、まあ新鮮かな、僕も久しぶりに食べたんですけど、うなぎって魚料理ってイメージ、うなぎはうなぎ、焼き魚と全然違うもんじゃない、なんかうなぎといえば、ね、でもこれはね、脂の乗った白身のお魚の焼き魚なんで、うん、そういうので、だからおそらくすごく新鮮だと思う、日本の人たちは、ね、なんかもうずっとあのスタイルなので、うん、うな重とかのスタイルで、タレはあの甘辛いね、うん、タレで、うん、なので他のがちょっと想像できないですね、なんか、うん、ぜひねチャレンジしてみて、そうですね、いやでもね、いろいろね、やっぱりうなぎを、僕らみたいにうなぎをよく食べてて、うなぎのところに見つかってる人間からすると、はい、いろんな食べ方いいよねって言うんだけど、はい、年に1回しか食べない人はね、やっぱりかば焼きで、なんかあのうな重じゃないともったいないって、なんかね、ありがたみがそっちの方がある気がする、ね、まかないであの うなぎ納豆ってあるんですよ、うなぎ納豆、うなぎと、はいはい、まあ、納豆で、めちゃくちゃうまいのよ、めちゃくちゃ美味しいんだけれども、その話を帰ってうちのかみさんにすると、うなぎをうなぎで食べて納豆は納豆で食べたいっていうわけ、もったいないっていうわけ、うん、まあ、そういう感覚になっちゃうんでしょうね、うん、せっかくので、でね、前菜であのうなぎの一夜干しだとかうなぎの西京焼きとか出すんだけど、うん、みんな食べてる、うまいけれどもったいないっていうのよ、うんうん、そうですよね、うん、なんかもっとやっぱりどんどん一般的にならなくてね、白焼きの値段がね、どれぐらいなのかもなんか気になるところです。まあね、値段も確かに高いから、せっかくね、うん、たまに食べるなってなっちゃいますね。焼肉屋さんにしてみれば、だから焼肉のコースの中にこういうのは組み込んでやって、ね、ある程度の値段でこう出してやれば、はい、これは結構人気出ると思いますよ、うん、そうですね、これもう本当最低限のこと、例えばさばきたて極力新鮮なものであればね、うん、ある程度その素人 その女性店員さんがやっても、うん、まあ、それなりのもんにはできると思うんだと、まあ、産地とか巻くもんで、うんうん、これはこれでね、本当になんか機会あればぜひ召し上がってほしい、はい、そうですね、なんか期間限定の専門店みたいな感じだったらなんか行ってもいいなと思って、なるほどね、はい、うん、まあ、ちょっとなんかね、そんなこと考えてみましょうかね、うん、今度一度どっかで、ね、どっかでね、まあ、今知り合いの人が例 その大久保とか韓国の人多いじゃないですか、はい、うん、そこでやっぱ同じようにこういうスタイルでうなぎ出してて、うん、ね、もしやってたらそういうところからまた中継じゃないけど、そうですね、そうですね、そこはまあもちろんもう勝満市場から買ってさばいたやつをこうやって出してたんで、もう十何年ぐらい前からですよね、うん、今よく僕はあの中華街ではね、はい、あのうなぎ料理、ぶつ切り系ですか、ぶつ切り系なんで、ぶつ切りであの豚のバラ肉とニンニク丸ごととこう醤油で煮込むようなやつ、はい、あれうまいんですけど、しばらく前に行ったら短冊でできて、はい、でね、だからあのカツマンでぶつ切りでっていうのをやめちゃって、で柵になったものを入れてそれでやったんだろうな、うん、きっとな、それはね、ちょっとあれですね、うん、楽してんのか分かんない、いやだからそれだけの注文がないとか高騰してるとか、いろいろ仕入れの事情とか、値段はもう高いですからね、そうね、あるんだろうね、だからおそらくそれを食べようと思ったら1週間ぐらい前から予約してそれ食わせろって言っとかないとダメんじゃないかな、今は、うん、うん、私はね、気軽に中華街でうなぎ食えたんですけどね、そう、今どこ行ってもうなぎね、原料自体が高いんで、うん、なかなかね、うん、今まで 2回は、ね、食べてたけど、もう1回しか食べられないとかね、やっぱそういう話は多くなっちゃいましたよね、うんうん、やっぱり、ね、たくさん食べていただきたいです ですよね、韓国は安いんですか、いや、やっぱりこれも例えば1匹っていう部分で 2,3,000円とか、まあ、普通にいい値段するんですよ、結構しますね、うんうんうん、僕も値段見て、うん、あれこれそんなこれ消費できないなとか、うん、まあ、今ただでさえ韓国はいい問題が起きて、うんうんうん、サムソンはサムソンで、うん、サムソンがうなぎは売らねえけどやっぱね、あっちはもう財閥の国なんで、うん、そうだよね、やっぱ現地行った時に、まあ、うなぎ関係の話聞く前に、うん、ジェトロの人に現地の人に聞いたら、やっぱり若い人がやっぱ受験生ってよくテレビでやるじゃないですか、はいはい、やっぱり財閥企業入るのと一般の企業入るのって最初 その給料がもう半分ぐらい違うと、だからやっぱり 2,3年、 3,4 年かな、そのざらにその浪人すること多いんです、うん、絶対財閥入るぞっていう、なるほど、ね、ただ入っても大体
その中でも競争社会だし、うん、大体40半ばぐらいになるとトントンって叩かれると、うんうんうん、だからそんな思いして入って結局また40そこそこですぐ肩叩き合うっていうのはどうなのかなっていうのは、うん、やっぱ厳しい、うん、って言えば厳しいですよね、うん、競争社会っていう部分が、うん、なるほどね、うんうん、まあそんな韓国うなぎの話でした、はい、なるほどさあちょっとねうちでは磯崎の親方がですね久しぶりに3年半ぶりにレジェンドが、はい、うなぎ業界のレジェンドと言われて、はい、うん、ちょっとね3年半ぶりにうなぎを焼いたんです。そのもう名人がでそれをちょっと YouTube に上げてあるんで、はい、ちょっとそれを見ていただこうかと思います。よろしくお願いします。レジェンドがいらっしゃるんですね。いるんですよ。こう映りますね。じゃんじゃんじゃん。磯崎師匠師範、はい、本当にね3年半前に1回私が収録して、はい、それ以来1回も火鉢の前に立ってないと、はい、本当に完全にブランクなんですよ。へ、でやっぱりうなぎの職人さんって、はい、手なんか毎日こう火に炙られて、はい、やけどして固まってやけどして固まってそういううなぎを焼く手になってるわけですよ、はい、それが全く元の、ね、姿に戻ってるわけだから、そういう意味では普通の素人さんと同じ手だよ。こんな風にかあれ出すんですね。毎回誰が焼いているかとか、うん、うん、作ってますけど、これ違うんですか、焼く方によって。その違いますよ、うん、そう、もうリズムがね全然だから衰えるどころかというかもう全然変わんないもん。もうこんなに頻繁に動かすものなんですね。野田屋流だとそうなんですよ。でこれ本当にふわふわとろとろのうなぎだから、はい、技術持ってない人がああやって動かすと壊れちゃう、うん、なんかすごい丁寧に扱ってるなみたいな感じはしますけど、うなぎ丁寧だけじゃないですよ。タレの一滴無駄にしないっていうか、ね、ほんと綺麗ですもんね、この磯崎さん。うん、出来上がりの艶がこんなに綺麗かっていう。ちょっと今こっちの音声入ってます？はい、OK です。これだけね、表も裏も焼くでしょ、うん、ね、ちょっとずつちょっとずつ入れるんですね。そう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 。これがひっくり返せないところも多いんですよ。ひっくり返せない、うん、だから片面だけ焼いてて、うん、はい、うん、皮の方は一切焼かないというお店もありますから。でもこのビデオの中で一回だけ熱いって言ったの言うんだけどそれがまたねいいんだよね。ほっとしますよね、逆に。そうそうそう、やっぱ熱いんだと。これイカダですよね、これ。いや、これね、うん、うちのウグイスという、三河石の一番大きいやつ。あ、うん、じゃあ 2P 近い、3P ぐらい。どれぐらい、その 3P ぐらい、うん、ね、串の数が全然違うから、うん、大きいですね、うん、これ難しい。これが本当にね、お店に来ていただいて着替えて、朝礼やって最初の一発目なんですよ、これ。これで一発目やっぱりちょっと
ね、あの3年半のブランクあって一発目でどうかなと思って撮ったんだけど一発で OK みたいな感じですよね。普通ですよね。全然、うん、顔はそうだけどね。どれくらいの時間で焼けるんですか、うなぎって。今ちょうどだから全部焼き終わるまでこれ流してるんです。だいたい4分ぐらいかな。だからね、何ヶ月か前に新弟子というか新しく入ったのがいて、はい、で焼いてみろって言った時にもう熱くてダメなわけよ、ね、でそれはやっぱり新人で手もまだねできてないからねと思うんだけど、同じ条件じゃないですか。普通の手に戻っちゃってて初めてやるの。それでこれだから誰だってちゃんとやればできるんだ。ですね、こんなにひっきりなしにこう。そうですよ。迷いがないもんね。これ火がどこが火の強いところがあって弱いところがあるかっていうのが分かってて、そこでこうパズルのように、うん、一回横に避けてるのは なんでですか。あ、これはもうこちらで今タレつけてるんです、ね。あ、タレですね、うん、でこれでちょうど終わったところですね。ちょうどね今チリンチリンって言ったのは、はい、撮ってたところでお客さんが来てあっとお客さんの対応するんで止めちゃったんだけど、まあそこちょうど焼き終わったところですね。このタイミングで出てこないですか、うん、出てこないです。ごめんなさいね。今日はね、今日はちょっとごめんなさい。すごいですよね。うん、あ、まあちょっと神髄というか、うん、はい、串打ち3年先8年焼きは一生っていうんです。一生涯っていうんです。うん、その焼きの一生だから見てる思いだよね。そうですよね。もう何年くらいやってらっしゃる方なんですか。何年やってるんですか。50年以上やってるんじゃないですか。すごいですね。もう70歳ですからね、おそらく半世紀。そうですよ。すごいですね。いやいやいや、すごい。で、まあ、ここのこう、ここから始まるこの師弟関係というのはこう広がっていってるわけですよ。あ、やっぱりお弟子さんを取ってこう教えて教えてって取ってというかね、まあ野田屋東宝会という会で、はい、まあ、その中でも一番の師範ですから、はい、で今の江部さんがそのお弟子さんになって、またその下にこうっていうこうね出てくる、うん、今ねやっぱり職人さんが少ないから、うん、はい、本当にどんどんこういった部分でね伝承して行ってくれればね。そうですね、資源の問題もありますけど、うん、職人さんもね少なくなってる、はい、だからやっぱり、ね、それなりのね一定のレベル以上の技がないと、はい、うん、実は10月の頭かな、はい、坂東太郎食べようと思って、はい、あるお店に食べに行ったんですよ、はい、まあまあその地域では、点数も高く予約も取れないよみたいなお店で、でやっぱりねまず技術の差っていうのがあるよ、うん、そうそう、だからもっとあと10分か15分ぐらい蒸してほしいなと、うん、そうじゃないとちょっと比較する対象にならないぞというような感じ、ね、うん、まあ、やる人によって全然また出来上がり変わってきちゃいます、ね、そう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 、だから味の評価の前にそこのところがないと、だから同じ土俵乗れないぞという感じ、うん、うなぎは初めに蒸すんですか、はい、まずねまあ、いろいろあるんですけれども、はい、関東風はまず最初にさばいて串打ちをして焼くんですね、はい、最初に、はい、最初に素焼きといって焼きまして、うん、その後に蒸すんです。蒸して柔らかくして余分な油を落として、それから今の本焼きというのが最終工程。あ、そうなんですね、はい、そうです。で蒸すのもうなぎによっても蒸し時間は全然個体差もあるし、地域によってこの時期のここのうなぎはこんなもんだっていうのもあるだろうし、でそれがトロットロになるまで蒸しちゃうと今のようにひっくり返すのは相当大変。なるほど、そうなんですね。焼くだけだと思ってました。なんか焼くのもで、それがだから焼くためにはまず串を打った時にまっすぐ打ってあるだけだと抜けちゃったり壊れちゃったりするんで、うん、こう縫うようにこう、へえ、が深いですよね。でもやっぱり最初の串と2番目3番目みんな串の打ち方違うって言ってました。はい、うん、
そういうところがあるんですよ。全然知りません、うん、だからそういうやっぱり ね一つ一つ全部のところに何かこだわりがあって、その一つでも欠けると、うんうん、100点満点はいかないの。じゃあ、うん、東京っていうことはまた関西とかまた違うんですね。関西は蒸さないんですね。最初からもう一気に生から焼くんです。なんかうなぎが違うとか、だから普通のほらお魚に串刺して焼くのと同じで、溶けトロトロじゃないから、うん、だから金串でまっすぐ刺してでも OK なんですよ。で関東だと金串刺しちゃったらそれ抜けちゃうし壊しちゃうから、やっぱり竹の串じゃないとダメとかね。じゃあ職人さんもまた違うんですね。まあ、全然違いますね、うん、竹の串もあの新しい串だとこうだし、2回目ぐらい1回抜いてもう1回で何回か使い回すんだけど、で何回目ぐらいがいいよとかある、うん、そんなのもあるんですよ、うん、すごいですね。そういう思いを持ってね、次回うな重食べていただけます。また違った感じがいや食べる前にちょっとこうね、うん、講義をしていただくと面白いですね、はい、豆知識みたいな。だからそれが僕らが今やってることなんですよね、はい、お店の外で並んでる方、はい、待ってる方にそういううなぎのいろいろな面白い話だとかを、うん、させていただきながら、まあ、お時間つないでいただいて、まあ、並んでても楽しいやとか、そうですよね、ディズニーランドと同じようにね、うん、そういうようなことで、じゃあ野田屋行こうかなって思ってくれればいいじゃないですか。ただ炎天下でガーッと待たされてるだけじゃなくて、その時にうなぎを食べる期待感がどんどん増していくような演出というのがあるといいなと思うんですよ。そうですね、なんか野田屋うなぎのれんとか作って、うん、こう1から10とか豆知識にしてこうマニアが集めそう、うん、ああなるほどねマニアが集めるから、ね、それもいいかもしれないですね、はい、といったところで結構いろいろ話をしてまして、はい、曲を流したいよね。あ、どちらのあなたがほら、あ、うん、私の方ですか。そうですそうです。は、うん、はい、わかりました。まあ、私なんですけれども、もう来月になりました。はい、あの熊本で、うん、あの地震の復興イベントが12月の9日、10日、11日に開催されます。はい。はい、熊本のうなぎもうまいらしいですね。まあでもまあ全然少ないですけどね、その養殖生産量としては、はい、あ、それでですね、はい、まあ、今回松本零士さんも、あ、松本零士さん、はい、一緒にやっていただくので、はい、来場者というかチケット買っていただいた方には特別なこうお土産がつくんですけれども、はい、はい、そうなんですね。で、会場がですね変わりまして、はい、熊本県の農業公園カントリーパークというところでやりまして、うん、でインターネットの方でもあのチケットの販売もしておりますので、ただ見てほしいですね、はい、みんなで熊本行きましょうというやつですね、はいはい、そうですね、はい、で、あのちょっとご縁があってですね、はい、その熊本のロアッソ熊本っていう、ロアッソ熊本って何者なんでしょう。サッカーチームを知ってますか。知ってますか。いや私はもう野球専門の人なんで申し訳ない、はい、というあのチームがあるんですけれども、はい、そこの応援歌を歌っている方とちょっとお知り合いになることがありまして、はい、でそれがですねあったのがブルーシード大作戦、ブルーシード大作戦のがあって、はい、あの震災あった時にですね、はい、あのビニールシートじゃないですけど、うん、青いシート、はい、ブルーシートかぶせるじゃないですか、はい、それをあの再利用して、はい、カバンバッグにしたり、あ、買ったんですけど持ってきませんでした、はいはい、で私も使ってるんですけど、すごいなんかデザイン性をこうちょっと追求したような、普通に持てるようなあのバッグになってまして、それとかをこうやっているあのブリッジ熊本というチームがあるんです。はい、はい、でそのチームともなんか絡みながらやってるんですが、そこ の, あのイベントに出ていたその方がいらっしゃいまして、うん、でロアッソ熊本 の,、うん、あの応援歌を歌ってます。はい、はい、歌ってます、はいはい、でこの方がですね、はい、ちゃんと用意してなかったんです、すいませんね。ですね、あ、ちょっと喋ってもらっていいですか。いきなり言われました。待ってた、すいません。はい、みんな喋っちゃって喋ると止まってしまって、あ、すいません、はい、うん、あの太一ジャングルさんという方なんですけれども、はい、あの行った時はそのロアッソ熊本の応援歌の他に、うん、マットルケンっていう熊本弁の歌を歌っていたんですけど、うん、もう全部熊本弁の歌で歌っていて、はい、ですごい
なんかわからないんですけど、とっても感動的な。感動的な、うん、それ聞けるの？あ、マットル犬ですか、うん、マットル犬、今日はその応援歌の方なんですけれども、はい、マットル犬はあのお母さんから、うん、あのお手紙をもらっていたのをそのまま、うん、あ、じゃあ帰ってくるマットル犬みたいな感じなんですね。ちょっと感動的なお話なんですけど、うんうんうん、はい、今回はそのあの熊本の応援歌の方を流したいと思いますので、はい、はい、聞きましょう、はい、大地ジャングルさんです、はい、よろしくお願いします。
コツはわかるとよ。なんもにゃでも帰っちおいで、鶴山前で頭バッとるけ。やっちろん駅で頭バッとるけ。天草港で頭バッとるけ。熊本でマットルケンでしたね。はい、タイシジャンクルさんですね。例えば昨日、はい、熊本からお客さん来たな。あ、そうですか、うん、こっちにいる娘さんのところにお母さんが来て、うん、じゃあ、あの様子見監視に来たとばいみたいななるほどですね、うん、2人で食べてきましたけど ね、うん、ふるさとがあるっていいですね。いいですね、はい、私東京生まれだからふるさとなんで。あ、そうなんですねもう小学校も中学校もなくなってしまいましたからね。あ、なるほど。私はちょっと愛媛の方に田舎があるんですね。あ、愛媛もいいですね、はい、なんかね、帰るとほっとしますけど、なんかこれはそのまだ震災前に撮っているので、はい、まだ山々も、うん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 、その前なんですね。前なので山々も全部綺麗に映っているのでね、それもまたなんか感慨深いですね。ああ、そうですね、うん、さて、じゃあうなぎにちょっと話を戻しましょう、はい、で次の話題もう一つは、うん、まあ、はい、まだ先なんですけど、ええ、もうすぐあと1ヶ月ぐらいでクリスマス、はい、はい、クリスマスでございます。はクリスマスなんですけども、はい、まあ一般的にクリスマスっていうとチキンですよね。チキンですね。まあこれはチキンなのかな、本来はターキーなんだろうけど日本ではチキンです。はい、そうです。なんかそれは結局、うん、まあ、今おっしゃったように本当はターキーじゃないですか、うん、でも結局あれケンタッキーか何かの戦略 で、 そうそう戦略で、まあもう今は当たり前のようにクリスマスにはチキンと、うん、チキンですね。じゃあ、はい、同じ戦略だったらクリスマスにうなぎもいいんじゃないかということで、まあ個人的にもう 5,6 年前ですか、うん、まあ最初はもう冗談で、うん、やっぱクリスマスにあのやっぱり冬場っていうのはうなぎの消費って落ちるわけじゃないですか。そうなんですね、今美味しいのにね。そうなんですよね、うん、だからそういった部分で少し盛り上げるっていう意味も込めて、うん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 、ちょっとクリスマスにうなぎってことで毎年この時期になると PR も兼ねて、まあ、ブログにも出させていただいてるんですけど、今出せますか、さっきのアメーバブログ。あ、そういえば昔野田屋であのクリスマスにそう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 、ね、うなぎフレンチやった時あれ食べてもらったことあるんだよね。あのなんか忘年会かなんかで、ね、食べてもらったんだよね。そうですそうです、ね、あ、出ました。でこうやってまあ今回もブログ、うん、自分の個人のアメーバブログのうなぎに見せられてってか、うん、まあ、書かせていただいてるんですけど、うん、じゃあなんでクリスマスにうなぎかっていう部分でちょっといくつか、はい、あのお話しさせていただきたいのが、はい、まあこれちょっと羅列してるんですけども、はい、じゃあ例えば他の人はね当然チキンばかりで、うん、チキンばかりと、で逆にそういうクリスマスにうなぎ自分だけうなぎを食べることで優越感に浸れる、うん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 、じゃあうな重を食べることでありきたりではない思い出に残るクリスマスを過ごすことができる、じゃあ例えばこの冬風邪をひきやすいこのクリスマスの時期に栄養豊富なうなぎが一番最適と、うん、まあ、これうなぎは唯一ビタミン C が少ないので、まあ、それはデザートとかで補ってもらうと。でやっぱり寒いこのクリスマスの時期は気になる肌荒れもコラーゲンを多く含んだうなぎがうってつけだと、まあ、先ほどのビタミン C を取ることによって吸収率を高める。でクリスマスはこれ、まあ、ここにブログに書いてますけどクリスマスは聖なる夜であるとともにうなぎを食すことでこのこっちの聖なる夜ということで、はいで、あと例えばそのクリスマスって言ったら、まあ、愛し合うカップルはまたチキンより精のつくうなぎが最適だから、はいはい、で慌ただしい師走、まあ、これ12月、やっぱり比較的空いたうなぎ屋さんで美味しいうな重を食べると心がほっとし落ち着ける、はい、でこれ友達からのまあアイディアですけど、まあ、例えば男子がお店で女の子にうな重の特上を頼んでもフレンチ、一般的によくフレンチで予約して食べると、まあ、そういう最上級コースに比べて
まあ、うなぎの方の方がまだ寝頃だし、男のメンツの割に実はコストパフォーマンスに優れてるからと。で、あとは例えば海外だったらイタリアのナポリではクリスマスイブの日にうなぎを食べる習慣があると。おー、そういうのがある。まあ、そういったもろもろのことをね、挙げながらやっぱクリスマスにうなぎを食べましょうということで、はい、で、僕の知り合いでお世話になっているその名古屋にあるうなぎの専門店のうな豊さんの社長、はい、この服部さんという方なんですけど、この方もいろいろ協力していただいて、まあ、この人がキャッチコピーを作ったのは、まあ、これが日本男児はうなぎ食うぞと一言で、大和の弟子子ははいと答える、それだけでいいと、それが日本のクリスマスです、昔から決まっていますということで、まあ、もうそろそろ多分ツイッターでうな豊さんもバン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  PR すると思うんですけども、まあ、他にもやっぱりそのクリスマスシーズン、例えばホワイトクリスマス雪が降ってとか、まあ、それをイメージつけて白焼きをもうちょっと PR しようっていう部分も、おー、なるほどね、ホワイトクリスマスで白焼きをね、まあ、ね、まあ、そんなこんなでちょっとこういう形で毎年僕も個人的に、まあ、クリスマスのそういうツリーグッズを持っていいな、うん、ちょっと雰囲気をね醸し出しながらゆったりこうやってうなぎをいただくということで、ちょっとねやっぱり僕ももともと天の弱な部分はあるんですけど、逆にこういうことで閑散とした冬のねうなぎの消費を少しでも盛り上げれば、お重の蓋をパッと開けたらヒイラギの葉っぱがこう一つあったり、ちょっと かわいいね、いいね、いいね、クリスマスバージョンとかね、満天の実とね、ふっと置いてあったり ね皆さんもちょっと今までのクリスマス飽き飽きしてる方がいたらね、そう、近くのうなぎ屋さん行って楽しむのもいいかな、うん、本当にだから野田屋でね、最初オープンした年のクリスマスは、クリスマス2日間はコースの予約はフレンチです、クリスマスのうなぎフレンチのコースしかやってませんっていうのをやったんですよ。でも翌年からはちゃんとクリスマスに普通にうなぎ食べに来てくれる人増えてきて、うん、じゃあリピーターになってるんですよね。そうですね、だからまあそんなうなぎフレンチなんてやらなくても自然とクリスマスにうなぎをカップルで食べに来てくれてる人が増えたなっていうのは思いますね。なんか冬だとあのお鍋とかだったら、うん、なんかみんな食べやすいなみたいな、うん、はい、感じがします。うなぎ鍋ありますよ、うん、で結構あるんですよね。ありますね、意外と、うん、他で知らないなんていう人もいたんで、うん、検索してみるといろんなところでうなぎ鍋って今やってますね。それぞれお店によってやり方違うけど、ね、ですね、なんか うなぎってお重だとなんかこう持ち運びとかお手軽な感じがしないから、うん、こうおでんパックみたいな感じのうなぎパックみたいなおでんパックね、これあるじゃないああいうんだったらなんかじゃあお家でやろうかなみたいな、そんな感じが、うん、いいかもしれないですね。そうですよね、なんか、まあ、こういった形もあるかなということで、はい、もっと気が、ね、はい、はい、ということでございます、はい、うん、そうですね、うなぎ、そうそうそう、だから今はねそのフレンチはやってないんですけど、デザートだけは、はい、クリスマスバージョンにちょっとあ、そうですなったりすると思いますんで、うん、あと1ヶ月、ん1ヶ月ちょっとぐらいですよね。そうですね、そうですね、今ぐらいからね、うん、そのおっと思った方ちょっと今ぐらいから PR を、ね、はい、兼ねて、そうですね、どんどん宣伝していただければな、ぜひぜひ、来月の番組でもちょっとそんなの取り上げてみましょうかね。そうですね、うん、やっぱり元気づけないといけないですからね。元気づけないと、うなぎはね、資源問題やらなんやら、はい、辛い部分があるんでね、うん、やっぱそこでね、めげてばっかりいてもしょうがないですからね。そうは言ってもやっぱりうなぎはね、うん、もう日本人は皆さんうなぎ好きですから本当に、うん、もうね、切っても切れないこういう、うん、やっぱり日本を代表する食文化ですからね、うん、うなぎだからこそ、うん、あ、今度ね、中国人のインターンが、ね、あ、そうなんですか、1人、はい、ちょっとだけ、いや、どこまでどんなことになるか分かんないんですけど、 ある料理学校さんからのオファーで、野田屋さんでちょっと見て面倒見てくれないか、来ますみたい、もう間もなく、はい、楽しみにしてます、そう、うん、そうそう、テレビ東京で、はい、
あの日本で日本行きたい人応援団みたいなのあるじゃないですか、で日本のなんかこんなことが好きで日本に行きたいっていう人を呼んでくるってやつで、あの番組にねちょっと一回あのメールをしたんですよ。あ、そうなんですか。うん、あのそれとは今回は全く関係ないんだけど、もし海外でうなぎの修行したいなんていう人がいたら、うち受け入れるよみたいなことを言って、まだそういう人は現れてないんだけどね、うん、そんなの来たら面白いなと思って。そうですよね、うん、まあ、まあ、本当外国からのお客様はもう毎日必ず来てますから。ということで、またもう終わってます、終わってます、終わってます、はい、終わってた、はい、はい、また来週じゃあ、ね。